はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。 A 列車で行こう9ライブ配信始めていこうと思います。今回はいよいよこの中間駅の配線変更から、手掛けたいと思います。非常にデリケートな作業になるんで、音声なしで、行きたいと思います。ご了承ください。では、配線変更をお楽しみください。
一応これで配線は終わったはずです。10番ですね。反対側からも観光船の列車来ておりますが、
ちゃんと特急出てますね。お、特急が先に行ってます。214番が。214番、これ折り返すはずなんですよね。特急は通過していくと。結構特急のスピードアップにもなるかもしれない。あと、これ240番、あ、でも、250番です。15時台直通するのにこっちに入ってんのかなと思いますが、210番だけこっちに入って、心配いらなさそう、しばらくは。210番が折り返してきました。特急が通過ですね。19時台、ユーラッシュです。まあ、あんまり詰まることなくなった感じですよね。で、特急が通過していく。210番がやってきた。今20時過ぎなので、まだ直進ですね。おっと、特急が出ていきます。なんかすごい。
あ、250番か。ここは混みますね。で、こっち左に入る。今までは一つの路線に入ってたんで、使いづらかったんですが、その辺だいぶ良くなりましたね。あ、でも、なんか、なんで詰まってんだ？特急だ。どんどん車庫入っていこうとしてますね。ちゃんと車庫に入るかを見ていくことも大事です。もう22時台ですからね。そろそろ210って来ないかな。そうですね、車庫にどんどん入っていきます。一方は、なんか集中するな。211番。211番って車庫、そうですね。これだけ車庫に入るんですよね。て、そうですよね。車庫に入っていく。で、さらに特急も入ってくるが、これは通過す。これ200番なので車庫には入らないと。あ、210番やってきました。今22時42分です。これってどうだろう。あ、21時以降なんで車庫に入るはずです、この列車は。一方で停泊ですね。目が回ったら、あ、今で車庫に入りますね。 OK、 ちゃんと車庫に入るのを確認してと。240番です。この時間帯になるとさすがにどんどん車は撤退するはずです。気になるのは212番と213番って見てない。212番、212番って今どこにあるんだ。あ、ちゃんと動いてる。213番は212番と213番は、あ、
こっち来ないんだ。210、211、214のみか。快速の中では。まあ、総回240、251が来て、夜間留置中ですね、251。250はどこにいるんだ今。あ、まだ動いてる。こちらはもうラストですね。今0時30分か。まあ終電ってことになりますよね。出庫までは見ましょう。214番か。そうだ、214番24時間営業なんです。210番が動き出しますね。241番も動き出しました。210番は本線に入っていくはず。送り込み運用も兼ねてる感じです。さあ、あとどんどん列車が来るはずですよ。さあ、特急がどんどん車庫から入ってきます。上級線ちゃんと入ってますね。
じゃあもう特急入ってきます。でもう一個 313K がやってきてます。うん、ちょっと入りますね。で210番がやってきますが、あっとここで車庫を邪魔をしてしまう。これはいけないな。201番これ。201番ってどこへ止まるんだっけ。ちょっと一旦ストップ。201番は直進して左行ってこっち行くから、ここに201番止まるんだが、5時35分だが、これ5時25分と全部出航しましたね。7時半だって。気がつけば7時半ということで。ちょっとずつぶつかってない？こっちは列車来てるからぶつかってはないと思うな。大丈夫っぽい。大丈夫ですね。まあここもね、次、改良いりますよね。
こで特急が折り返しちゃうからな。ターミナル駅だから仕方ないとはいえ、ぶつかってる。困ったな。ここら辺の改良もいりますね。ここら辺はボトルネックになってんで。まあ、ひとまずは。こういう接続もします。まあ快速同士を接続ってことですよね。こっからさ先へ進むのは4本列車があるんで、こういう場合今までだったら詰まっちゃってるんですが、それが集まる割合が少なくて済んでるっていうところですよね。ちゃんと緩急できてますし、最後に架線中引いて終わりましょう。架線中の設置。
一回河川中撤去してこの辺ので、再度設置かな。なんか感じかな。あ、ここら辺のやっぱり配線もいずれ変えないとダメですね。適当に結んじゃってるからな。だからまあ当然ぶつかるよな。逆に言ったらもうちょっと考え方これ変えた方がいいな。折り返し線あるけど、こっちは行き先で、こっちは入ってきた。先じゃなくて入ってきた線でやってもいいかもしれない。はい、とにかくかなり ここの改良も必要だなぁと思いつつ、この折り返し線ですよね。折り返し線が結構窮屈だからな。折り返しがいるのかどうかってとこもありますよね。折り返しがなければここ平坦だから、ここからこう入っていけるんだけどな。
まあ、そこら辺は考えつつ、また次回やっていこうと思います。ここも結構そうだよな、本数あるんだよな。なんで本当に二面四線だけでいいのか。っていうのも含めて考えたいですね。どんどん列車来てるしな。思い切ってここの折り返し走してもいいかもしれないですね。全部こっちの海浜あだい系に直通するような、延長して直通するようなダイヤにした方がいいな。一番いいかもしれない。ということで、今回ここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。Twitch で配信しておきま。配信しました。ツイッチアカウントフォローお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー please。そして、アーカイブ YouTube にアップロード予定です。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。This live archive my YouTube チャンネル。プレミアライブ2 days after アップロード。My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX、マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。列車で行こうないライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。